はい、レオンです。今回途中参加で入ったんだけど最初から見たいなんで、ニュークタウン尽くしのチームデスマッチですね。今回も引き続きこの星の海のミルクロスで、これエメラルドアーチャー、エピック、 AUG、 R1 シャドウハンター、スティムショット、セムテックス、フィールドマイクのクロスで暴れてみたいと思います。あ、そん、はい、ダブルドアイ、ちょっとスモーク焚いてますね。ちょっと時間かかるなこれ。さっきちょっと時間かかったんだよな。今ちょっとパーティー入ってんだかな、これ大体見たらわかる、パーティーかもしれないこれ。よしよし、終わった終わった、ダブルキル、あれ違う、あ、ダブルキル入った、早い早い、ちょっともうちょっと遊ぶか、ちょっとスモークやめてくれ、読み方かこれ、早かったな、今日で終わらせるかな、うまい、変なところで持ってるなあれ。さっきここで持ってたからな。よしよし、勝つぜ。あの女お前だろ、まあまあやるでしょ。トリプルキル、あ、ここだな。よし、そろそろクロスボーダー R1 シャドウに変えよう。あ、ダメか、これボルトなんですよ。また、また来るか。あ、ここか。あ、これ味方これ。あ、ここか。あ、面白い。勝ってるね。あ、よしよし、うまいだろ。まあまあ。あ、味方これ。よしよしよし、強いよこれ。今作のクロスボウめっちゃやりやすいんで。ちょっとスモーク焚いてるからな、焚きすぎだろスモーク。うん、スモークなくしてほしいね今後。いらんねこれ、はっきり言って。あんまり敵のスナイパーがいる。おお、ロングショットではないのか、あれでめっちゃ決まるからな、あれな。またスモークだよ、ほんと困るよ。攻めてくぞ、やりにくいですよほんと。あれ、あ、リロードしてないのかよ。よしよし、めっちゃ接近戦だ。スモークよ、いい感じしろ本当に。あ、こいつぶっ壊してくれるわ。近くにいるだろ、あ、いない。スモーク焚きすぎたらいくらなんでもよ。うまいでしょ、感覚的にはスナイパーライフルみたいなものなんだけどな。スナイパーライフルってなぜかできないんですよ。敵の偵察機が接近。おお、ロングショットじゃないのあれで。今回バンバン決まってるな。
めっちゃ接戦だな。ここじゃない、なんか負けそうな気がするんだけど。戦域内に敵のカウンター偵察機が複数いる。敵のケアパック終わりだ。敵の偵察機が接近。あ、ドン敵外傷ちょっと狙ったけど、これフィールドマイクを使う。敵のエアパトロール。あ、多いか、負けた。早いな、このぐらいがいいな。敵かこれ。スナイパーが多いな。あ、スナイパーじゃないか、タイプか。タイプのあれだな、タクティカルライフルが逆転されてたね、勝ったのに。これで8マッチ目なんで、英雄時、あ、上がったな、91。英雄時終わったから、英雄時 2回使ってるから2マッチ。最後にあの DMR14 使うんでね、9マッチ目と10マッチ目はね。早いね、16キル。こういう感じでロングショットじゃないんだ、あれな、こういう感じで。7マッチ目まで済んだから、これで8マッチ目だと思うんで。あ、済んでる、早い。これ、AUG、タイプ63、3マッチに、1、2、3マッチで、M16、4、5、6マッチやってで、7、8、今回ので、AUG やったので、あと残りの9マッチ目と10マッチ、残りの2マッチはこの DMR14 を使うので、早いっすね。結構キルは決まるね、強いよ。31シャープシューター回ってるのか、迷彩が92まで進んでるのか。こういう感じで、あ、こ、あと1回だな、これ。結構進んでるね。はい、以上にしたいと思います。今回ね、星の実の実のクラスで、AUG のエメラルドアーチャーレジェンドに、これ、R1 シャドウハンターで、スティムショット、セムテックス、フィールドマイクに、パークはね、エンジニア、タクティカルマスク、ギアヘッド、スカベンジャー、コールドブラッド、スパイクラフトに、パークグリードにスコアストリック構成が、RCXD、ケアパッケージデスマシンというカスタムで、ニュークタウン24分の7のチームデスマッチで遊んでみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。